ジョン、ミヤマ、ネプチューンは、米国出身、日本在住の尺八奏者、青函誌、作曲家。米国カリフォルニア州オークランド出身。高校時代はトランペットを吹き、その後ドラマーとして、音楽活動を行っていた。ハワイ大学に進学後、民族音楽を専攻した関係で1973年に、尺八を学びに来日し、三好源さんに指示した。 一旦学位習得のために、ホノルルに戻るが、卒業後の1977年に再度来日、さらなる研鑽を経て、尺八と三流市販免許と共に、画号、宮山を授与される。1979年、アルバム、バンブーテクスチャーズで、プロデビュー。翌年の、第三作、バンブーで、文化庁芸術祭優秀賞を獲得、ジャズアルバムの受賞は前例を見ず、 外国人アーティストとしても初であった。その後も日本、中国、東南アジア、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ各国での演奏活動を行い、これまで20枚を超えるアルバムを制作している。現在は千葉県鴨川市に居住し、作曲の傍ら、尺八の制作、改良を続けている。2019年、息子である映像作家、 デビッド・ネプチューンが監督したミヤマの反省を描いたドキュメンタリー映画、宮間竹の音が公開された。ありがとうございます。